1976年のい市駅と周囲約1キロメートル範囲。下が、くっちゃん方面。駅舎横をたる側の貨物ホームには、海産物の出荷が盛んであったかつての名残に長い上屋を有し、その引っ込み線から機体スイッチして、石炭に卸ろし線が緩いカーブを描いて伸びている。駅裏に、木町線と転車台が残されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成余市駅は、北海道余市郡余市町黒川町5丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S18、電報略号は1、事務官コードは13112。余市町唯一の駅であり、かつては、特急、北海、急行、ニセコ、デンなどの停車駅であった。 函館本線の、いわゆる山線区間の中では、小樽駅に次いで乗降客数が多く、小樽駅から当駅折り返しの列車も設定されている。短式、島式ホーム混合の2面3線を持つ地上駅。ホーム間の移動は、古線橋で行い、短式ホームに駅舎が接している。駅舎は1996年に改築された、鉄筋コンクリート造り2階建てで、 スコットランド風の外観である。緑の窓口を設置している。余市町観光物産センターを併設しており、2階には、スキー王国余市展示ホールがある。また、北海道中央バス、余市案内所がある。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。駅前は、北海道道228号と8日、余市停車場線になっており、余市上流所入口交差点で、 国道5号、国道229号に接続している。北海道社会事業協会よいち病院、北西学園よいち高等学校まで車で約10分のアクセスになっている。北海道中央バスの札幌駅発着の高速便とニセコバス各便は駅から少し離れたよいち駅前十字街に発着する。それ以外は駅前に発着する。ありがとうございます。